ホルヒハイムはドイツ連邦共和国バイエルン州の大規模軍所属市でオーバーフランケン行政管区のホルヒハイム軍の軍庁所在地。この都市はニュルンベルク大都市圏の一部をなす。ホルヒハイムは古いオートであり、またフレンキシェ・シュバイツの表門を称している。またアドベントの時期に視聴者に掲げられる世界で最も美しいアドベントカレンダーでも知られている。 本市は公式には7つの地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。紋章のデザインはこれが制定された13世紀初めの公開に基づいている。それは市の名前、ボーチハイムがここ地ドイツ語のボーリーに由来すると考えたことである。これによりこの都市の紋章にはマスが2尾描かれることとなった。確かに名前がついた当時、 ホルヒハイム周辺の川にはマスがたくさんいたのであろうが、現在の研究者らは、この町の名前の語源がここ地ドイツ語のボラであるとしている。この名前の起源は7世紀中頃にまで遡る。当時、この地域には多くの計画的入植地が形成され、中でも河川流域にはハイムという名を持ついくつもの集落が作られた。8世紀にはホルヒハイムに、 フランク王国の宮廷と王宮が作られていた。805年のカール大帝によるリーデンホーフェンの直書にこの町の名が初めて記されている。その後、フォルヒハイムでは帝国会議や諸公会議が幾度も開催された。911年11月10日にはコンラート一世がフォルヒハイムにおいて王に選出され、退官された。1007年11月1日、 神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世は、ホルヒハイムの王領をバンベルク司教に寄進した。1039年、皇帝ハインリヒ3世は、この都市を再び帝国行政機関所在地に取り戻したが、結局1063年7月13日にバンベルク司教領となり、1803年の世俗化まで、その状態が続いた。 ハインリヒ四世の時代、1077年3月15日に、フォルヒハイムで、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンが、対立王に選出された。1200年から1220年の間に、フォルヒハイムは、都市権を獲得し、現在の紋章を制定した。フォルヒハイム城塞の防壁、フォルヒハイムはその城塞的な特性により、30年戦争においても、一度も、占領を受けなかった。 バンベルクの領主司教は何度も、聖堂の宝物と共に、スウェーデン軍から逃れ、信頼厚いフォルヒハイムに逃げ込み、この町は1632年から1634年の間に何度もスウェーデン軍の包囲を受けた。この時代、フォルヒハイムの人を指して、モルシッサーという別称が用いられたが、これはむしろ、この都市には大量の食料備蓄があり、 方位戦に意味がないことを表現したものと言われる。また、フォルヒハイムの狭い町に多くの兵士を駐屯させた結果、フォルヒハイムは伝染病の感染源となってしまった。フォルヒハイムを訪れた人は病気になって帰るという噂が広まり、このことからまるで病気のように青ざめた人を指して、フォルヒハイムの死神のようなという聖句が出来上がった。1802年9月6日、 この都市はバイエルン軍によって占領された。バイエルン選定校はこの都市を併合し、後にフォルヒハイム軍の原型となる地方裁判所をこの地に置いた。1889年フォルヒハイムは軍独立市となるが、1972年にバイエルン州の市町村再編の枠組みの中でその地位を失い、フォルヒハイム軍に編入された。2004年にこの都市は、 バイエルン地方博、気品と自由。中西フランケン博覧会の開催地となった。この博覧会には約20万人の見学者が訪れた。ホルヒハイムは2005年2200年祭を祝った。これに対してドイツ国営郵便は45セントの記念切手を発行した。ホルヒハイムはアウトバーン A73 に直接アクセスするインターチェンジを有し、 高速道路網に接続している。ホルヒハイムには連邦道 b 4 7十号線及び B4 号線が走っている。鉄道駅からはバンベルク、ニュルンベルクおよびエバーマンシュタットの各方面行きの路線がある。近い将来、ホルヒハイムはニュルンベルクの S バーンに組み込まれることになっている。この路線の建設工事は2006年8月に開始されており、 2010年に完成予定である。近郊の公共交通機関は、ニュルンベルク広域交通ネットワークに加盟している。この都市は、また、マインドナウン河に面している。さらに、ニュルンベルク空港へは、約30分でアクセス可能である。視聴者聖カタリーナセリョー協会フォルヒハイムは、ニュルンベルク近郊の企業密集地域に位置している。1955年に、フォルヒハイムは、 ズデーテン地方のブロマブシ及び軍を追われたドイツ人との協力関係を結んだ。何世紀にもわたって、この町がポンティウスピラトゥスの生誕地であるという伝説が作られてきた。この話は、死壁の石にもラテン語で刻まれている。この伝説はおそらく、公募地ピローズの名前が似ていることから生まれた伝説であると思われる。この地名は、 コスラブ語のポチビルをテックに由来し、ホルヒハイムが通称ロソイのフランク王国国境に位置する町であったことからこう呼ばれていたものと推測されている。ありがとうございます。